い、じゃあね、次はホテルを出まして右の方に行ってみましょう。 SM モールがでかいのがね、あるはずなんですよ。その SM モール行って、あとはぶっちゃけ目の前が国道なんで、これあんまりね、こうご飯とか食べられるとかねえっすよね。あ、カルフールなんだ。カルフールじゃなかった。カルフールっぽいなと思ったけど、カルフールじゃなかった。お家のなんかだ。あ、 SM 超近いじゃん。もういや、マッサージしてえな。あそこの SM モールはですね、初めて A さんと2人で吉成さんのとこ行った帰りに道に迷って2回行ってぐるぐる回ったって、そういうところです。メリークリスマス。 Thank you. You are welcome. Enjoy. お嬢ちゃん、お嬢ちゃんが喜びそうなんですね。結構いっぱい持ってる。男の子が喜びそうなものも持ってる。あと女の人が喜びそうなものも持ってる。難しいのは男の人です。例えばボボイ、ロドリゴの長男坊、ロドリゴの長男坊が喜びそうなものがないっすよね、俺の中には。 Two kids. Merry Christmas. Merry Christmas. あんなボコボコくれますよ。いくらでもあるんですよ、俺家に。家じゃない、部屋行くから。暑いよ。ここ線路だね、きっとね。そういえばさっきロビンソンの2階に両替商があったんですよ。昨日の時点で空港でコンマ395とかだったんですよ。と、空港じゃないですよ、ロビンソンですよ。コンマ365とか言ってるんですよ。ふざけんなよと思って。で、さっき吉成さんにこの辺で一番両替レートがいいのはどこだって教えてください。連絡したらまだ返事がないからです。お、得意なのがあるじゃないね。こういうのがいいのよ、こういうのが、ね、こういうのがいいのよ。もう何を食ってんだろうな。ハロポー。帰りにこれビールとここだな。俺はビールハロポー。俺はどこでビールが買えるんですかって。ハロー。俺はどこでビール、同じこと何回言うんだ。俺はどこでビールが買えるんですかっていう話、うっさいのですかっていう話なんだよね。ここはあの SM モールですね。でかいっす、バカでかいっす。で、一回ね、止めます。中入るとき怒られるんで止めます。特に目的もなく来ちゃいましたけど、あ、マッサージ探そうと思ってたんだった。出てきちゃった。めんどくせえからいいか。やべ、お腹空いちゃったな。あそこでガッチリ買ってやろうかな。がっつりがっつり買えて、うわ、超買ってんじゃん日本人、このデブって言われるかね。それぐらい買っちゃおうかな。でもな、ビール売ってるとこがねえんだよな。あとなんだっけ、あー単語忘れちゃったな。コップってなんつんだったっけな。あー、バソ、バソ、バソか、バソ、バソか。スタバ、スタバ、そうよね。おしゃれなとこでお茶飲みたいよね。わかるよ。そのために人によっちゃ日給ぐらいの金を突っ込んでる人もいるんでしょうからね。マジでか。僕たちで言ったら1万円ぐらいするんですよ、あれ。
1万円はさすがに言い過ぎかな。でも少なくても5000円はするら。少なくとも5000円はするお茶を飲めますかっつうんだよね。飲めねえよっつって。もうお腹すいたよ。 Is this shrimp? Shrimp? Sorry? Is this shrimp?Squid. Squid. Ah, I see. So, how to order? Isa, please. How much? I don't know. 5 pesos. 5 pesos each. I see. 40 pesos, please. Yeah. Merry Christmas. Sorry, I can't understand. What do you say? What does he say?Uh-huh. Okay, thank you. 100. Thank you so much. 100? Let's see. No. 50. Thank you. Thank you. Merry Christmas. Something 50 pesos. Give me. 20? 50. 50? Yeah. Up to you. This one?必殺技です。何でもいいから50ペソ分くれと。 Sweet crab vinegar. Vinegar please. Nice. Thank you so much. もうお腹空いてイカフライ1個食べました。お腹空いた。部屋に冷蔵庫ねえんだよな。あとコンビニが近くにない。だからもうだからあの何がねコンビニが近くにないのでちょっと買えないですね。あ、でも向かい側にあるっつってたな。あるのかな。あるならビール買いに行こうかな。結局ね SM モールに行ってももう普段買えないようなものしか買わないで我慢しました僕。うわ出た。ビール持って突撃したら一緒に飲んでくれっかな。一緒に一杯飲もうぜっつったらうるせえバカって言われるかな。あ、セブンイレブンあるじゃん。よし分かった。よし分かった。セブンイレブン行くね。やった渡れたぜ。セブンイレブンでビール買おう。ビールとバソだ。そうするとこの手に持ってるパンクリペアキットが邪魔だな。ビール買いました。Please open the key door. このいちいち鍵を開けてもらうのってシステムめんどくせえな。ええと目の前にセブンがあったのはラッキーだったな。 Thank you. Welcome. 熱い熱い。はい、ただいま帰りました。ありがとうございます。荷物がくそいっぱいなお部屋でございますけれども、もうね、2、3日でこれ全部配り終わりますよ。それぐらいの勢いで行くことにします。なぜならばバイクに積めないからです。とりあえずロースで今日はですねイカの天ぷらとあとは隣で売ってたものを適当に50ペソ分です。でビールとコップも買ってきましたんで。あ、コップあったじゃないよ俺が。で問題はタバコを吸わない僕がどうやって六角レンチが。よし。朝コーヒーを飲みたいがためにダイソーでですね、日本のダイソーでこれ買ってきました。
こっちにもあんな立派なダイソーがあるんなら買うことになって。あのね、ビールうめえ。うん、別にうまいもんじゃない。ああこれ吉成さんの奥さんにあげようと思ってたのに忘れちゃった。だって双子ちゃんはほらまだこれ、双子ちゃんはこれ食べられるから、これもうあげようと思ってたのに、後で持ってこ、もう一回お土産渡し忘れたっつって。ここね、吉成さんに紹介していただいたこのホテル、隣ロビンソンじゃないですか。歩いて行ける距離に SM モールじゃないですか。何でも揃えますよ、マジで。ローカルライフを満喫したい人には吉成さん家の方とか行った方がいいと思うけど、何でも揃う。このお部屋ね、もう絶対ラブホテルだと思うんだけど、もうワンランク下のお部屋との差は何ですかって言ったらね、ポットがある、毎回水を2本くれる。別に買ってくるからいいんだけど、まあ、でもポットがあるってのはでかかったです。僕コーヒー飲みたいんで朝起きた時ね。あとなあと何が違うんですかっていう話は天井とここに壁にミラーがあるんですって。そのミラーはおじさんが一人で寝てるところで何に使えばいいんですかっていう話じゃないですか。ね、マジな話でさ、セールスポイントがこれとミラーだけなんだよ。テレビは他の部屋にもあるんだよ。もう俺びっくりだよ。まあ、でもさ、どうかな、これ買っちゃった方が安いのかな。買ってロドリゴさんのところに置いてっちゃおうかな。明日も石組動画作りますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。それではお疲れ山です。ありがとうございました。ロドリゴさんのお家超綺麗になってますよ。メロンロド、Here you are, Hey. Thank you, boy. You're welcome, good boy.暑いね。Thank you. 暑いね。Monday, but Hana 25, you are Christmas day. Ah, so it's very cold. Maybe no, no, okay. I forgot to pass the snacks to Chuy. Okay. Hey, thank you. Yeah, enjoying Merry Christmas. Hello. Can I dine in here? Can I eat here? Yes, you can eat here. どちらかちゃった人かもしれないですけど、おばちゃんでもなんでもいいの、おばちゃんでもおばちゃんでもいいんですよ、僕のね。